動画のサムネに映っているロボが今回作った変形合体ロボです。皆さんこんにちは、ジェイソン・オルゴブルだ、ヒロインだ。はい、今回の動画は僕主催変形合体レゴロボコン第2回目を開催しまーす。はい、ということで変形合体レゴロボコン第2回目を開催します。第2回目のお題は前回の動画で話した通り3体合体変形合体ロボです。まあ名前の通りなんですけど、今回は3体合体する変形合体ロボを作ってきてください。一例なんですけど、画面に映ってるエンジン王やエルドランシリーズのライジン王などです。まあそもそも第1回目の反省点を申し上げますと、まあ簡単に言えばお題がまあ難しかったです。第1回目がコアロボ変形合体ロボだったんで、まあ2、30作品はあるかなって思ってたんですけど、結果的には16、7、8作品しかなかったので、今回は難易度を下げて3体合体にしました。あ、そういえば僕思えば1回目に作ったレゴロボの動画まだでしたね。あれは撮影は終わってるんですけど、ちょっと編集にめちゃくちゃ時間かかってるので、あれはなんとか今月中に出そうと思います。今回の第2回変形合体レゴロボコンで最優秀賞を受賞された方には、私ヒロゲからプレゼントを差し上げます。今回のプレゼントはこちら。はい、こちらのレゴクリエイターサイバードローンです。本当でしたらもうちょっと大きめのクリエイター買いたかったんですけど、まあちょっといろいろな事情もあって今回はサイバードローンにしました。はい、それでは今回のルールを説明したいと思います。今回は3体合体する変形合体ロボを作ってきてください。ちなみに2体合体や4体以上の合体は今回 NG とします。そして今回も可能な限りオリジナルの変形合体レゴロボを作ってきてください。そしてコンテストの応募方法なんですけど、 Twitter でハッシュタグ変形合体レゴロボコンとつけてツイートしてください。応募期間は10月1日から10月の31日までとします。そして作った作品の画像については動画に使ったりすることがありますので、そこについてはご了承ください。そして今回の賞一覧なんですけど、前回と同じ賞プラス今回は審査員賞を設けました。それぞれの審査員が個人的に一番これが好きだと思った作品に与えられる賞です。今回の審査員は私ヒロゲーとブルーマンボックスさん、カンキチンさん、シュテバンさんです。審査員については現時点で4人なんですけど、今後増えたりすることもありますので、そのお知らせについては Twitter で発表します。はい、今回の第2回変形合体レゴロボコンのルールは以上です。いつも通りなんですけど、僕も3体合体する変形合体レゴロボを作りました。動画のサムネに映っているロボが今回作った変形合体ロボです。僕が今まで作った変形合体ロボの中でめちゃめちゃかっこよく仕上げました。このレゴロボについてはまた Twitter や動画にしたいと思いますので、楽しみにお待ちください。はい、ということで今回のコンテストも僕や審査員の皆様もめちゃくちゃ楽しみにしていますので、ぜひ皆さんふるって参加をお待ちしております。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。